トノト、伝統的な手法で作るアイヌのお酒。私も近所のおばあちゃんに作り方を教わったことがある。冷えと米麹を使って試作を繰り返し、苦労して商品化したものがあると聞いて、私は小樽の酒蔵へ向かった。明治の後半、1905年頃に建てられた田中酒造亀甲蔵。一年中酒造りが行われている工場には甘い香りが漂う。懐かしい味なんですけど、はい、でもトノトより全然こう酸味が、はい、爽やかというか、はいはい、めちゃめちゃこう丁寧に加工されてるなっていう。ありがとうございます。甘みが、はい、これ本当に冷えの甘みってことですよね。そうですね、冷えと、あとはまあ米麹から出る由来の甘みっていうことになります、ね、ただ後で聞いたんですけど、まあ石鹸さんのビラトリとかだと、うん、イナキビを使う、使ったりもします。キビ使ったりとか泡とかでもやってます、はい、そうなんですね。皆さんそれぞれの地域によって、うん、いろんな原材料を使っているっていうのが後で分かっていて、じゃあまだまだこれから発展というか。そうですねでやっぱりそういうこういろんなところにチャレンジしてみたいとか、はい、そういうところから始まった。そうですね、北海道のあるその農産物とかそういうものを発酵させて、まあ、地域貢献特産品作りとかやってたんですけども、そうなった時にやっぱりアイヌ文化のお酒あるって聞いた時に、それは取り組みたいなっていうのがあって、それがこのきっかけですよね、うん。